こんにちは、Bレジェンドの辻元です。今日は脂質のオーバーカットは危険という内容についてお話しさせていただきます。Bレジェンドではお得な情報を公式 LINE にて配信しています。ぜひ興味のある方は概要欄の方からチェックお願いします。ダイエット減量をしていく上でどうしても脂質っていうのは体脂肪がつくというイメージから少なくなってしまいがちなんですけれども、脂質量を気にするがあまりに大幅に脂質をカットすることによって、体の不調にもつながってくるので、今日はそういったお話をさせていただきたいと思います。やっぱり減量ダイエットにおいて、脂質っていうのは取りすぎには注意していかなければならない栄養素なんですけれども、脂質の栄養素は 1g あたり9キロカロリーのエネルギーを持っていまして、糖質、タンパク質は 1g あたり4キロカロリーですので、この3大栄養素の中でも倍以上のエネルギーを持っています。ですので必然的に減量ダイエット中においてはこの脂質量を見直していくっていうことは大切になってきます。でこの三大栄養素の中の脂質の大きな役割なんですけれども、まず、エネルギーとして使われるっていう点と、細胞膜やホルモンを形成する上でも重要になってきます。その他に、内臓の保護や、皮下脂肪として体温の維持などにも大きな役割を担っています。ただ脂質が少なくなりすぎると体の不調が起こっていくんですけれども、私自身も減量やダイエットを経験する中で脂質量を気にするがあまりに1日の摂取エネルギーから脂質量を少なくすることで体の不調等を感じた経験もあります。この脂質が不足すると、例えば肌荒れであったり、肌のかさつきであったり、体の倦怠感、免疫力の低下、ストレスなど、こういった症状に現れてくるんですけれども、私自身が一番経験したのが、脂質をやっぱり抑えるがあまりに食欲の乱れですね。無性にやっぱり脂っこいものであったり、脂質の多い食材に目がいってしまって無性に食べたくなるとかですね、あとはこう肌のかさつき、減量中脂質を抑えていくとやっぱり肌がカサカサになっているのを感じることもあります。ですので、ある一定量の脂質っていうのは非常に重要になってきます。次にこの脂質の種類なんですけれども、大きく分けて2つの脂質の種類っていうのがあります。1つ目は飽和脂肪酸といいまして、常温で固まる脂肪のことです。食材でいくとお肉の油であったり乳製品の油であったりっていうのが代表的な食品になります。で次に不飽和脂肪酸っていう種類なんですけれども、これは逆に常温で固まらない油になります。オリーブオイル、植物性の油であったり、お魚などに含まれる油が不飽和脂肪酸って言われます。不飽和脂肪酸っていうのは必須脂肪酸と言いまして、体の中で合成できないので食事から必ず摂取しないといけない脂肪酸になります。で実際にですね、どれぐらいの量の脂質を摂取すればいいかっていうところなんですけれども、厚生労働省の食事摂取基準においては全体の摂取エネルギーの 20% から 30% 未満で摂取するのが良いとされていまして、全体の摂取カロリーの割合になるので、例えば私が減量する時でしたら摂取エネルギー 2000キロカロリー程度に設定するので、そのうちの 20% になると400キロカロリーが脂質の栄養素で摂取するというような摂取目標になります。400キロカロリーとなるとグラムにすれば44グラム程度になるんですけれども、1日の食事栄養素カロリーの中でこの400キロカロリー44グラムを脂質から摂取するというところが、最低限必要になってきます。飽和脂肪酸という、常温で固まる脂肪の種類なんですけれども、これを全体の脂肪
のエネルギーの 7% 程度に抑えることがまあいいとされているので、まあ、できるだけですね、お肉とかのまあ油っていうのは取りすぎに注意しながら、飽和脂肪酸の種類、特にお魚、オリーブオイルなどを積極的にまあ意識して摂取するっていうところが重要になってきます。脂質を摂取するときにおすすめな方法なんですけれども、お野菜とかですね、まあ、キノコ類、等々の食物繊維を一緒に、まあ、摂取することで脂質の吸収を、まあ、遅くしたりっていうこともできますので、まあ、特に減量やダイエット中、脂質の摂りすぎはまあ注意するんですけれども、まあ、ある程度の脂質量はまあ摂取しながら、お野菜やキノコなどと、まあ、一緒にですね、摂取することをお勧めします。まあ、実際に私が減量中にどのような脂質を摂取してたかっていうのはまた別の動画で詳しくご案内したいと思いますので、まあ、今日はですね、脂質のオーバーカットは危険という内容で、お伝えさせていただいたんですけれども、まあ、ダイエット中、減量中は、まあ、脂質は抑えましょうというふうに、まあ、普段私も、指導することは多いんですけれども、まあ、脂質の種類を考えながらですね、適度な脂質の摂取量っていうのを考えていただいて、今回の動画を参考にしていただければと思います。今日の動画が参考になったという方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ビーレジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しております。またビーレジェンドの公式サイトでもセール情報などを配信しておりますので、概要欄の方からチェックお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。